マンフレート、カンターマンフレートカンターは、ドイツの政治家、キリスト教民主同盟所属、ヘルムート・コール政権で1993年から1998年まで内務大臣を務めた、シュレジエンのシュバイドニッツ出身、1958年アビツーは取得、マールブルク大学とボン大学で法律を学ぶ、学生時代は、 学友会組織であるコープスゲストフリアマールブルグに参加している。1967年から1970年までプレッテンベルクでスタートバークツラットの地位にあった。1974年ヘッセン州議会議員に当選する。1994年ドイツ連邦議会総選挙にハーナウ選挙区から立候補し当選する。1998年にセディは敗北したが、 カンターは再選を果たした。しかし、2000年ヘッセン州で起きた金銭スキャンダルの責任を取り議員辞職した。2005年ビースバーデン地方裁判所によって18ヶ月の保護観察処分の判決を受けた。しかし、ドイツ連邦最高裁判所はこの判決を無効と判断し、2006年ビースバーデン地方裁判所に差し戻した。ありがとうございます。